今日はホワイト企業をやっぱり世の中で増やしていきたいなっていうふうなところなんですけれども、ホワイト企業って言っても案外定義って難しいなって思ったりするんですよ、はい。まあ、言ってみたら逆のブラック企業も、ある人にとってはブラック企業でも、ある人にとってはすげえ自分にとってはいい会社だみたいな、それはホワイト企業だみたいな、結構曖昧な部分があるこうブラック企業、ホワイト企業っていうところかなと思うんですけれども、大江さんがこういろんな会社を見られていて感じたホワイト企業ってこんな会社だよなとか、逆にブラック企業ってこうだよなみたいなのとかあれば教えていただければなと思うんですが、はい、ホワイト企業、まあ、定義って多分あんまりされてないのかなと思うんですけれども、うん、僕自身がまあいろんな会社さん見てきて、はい、ホワイト企業も働きやすい会社だなってやっぱ思うのは、やっぱこう離職率が低いっていうのがやっぱ1点挙げられるのかなと、はい。で、勤続年数が長いっていうことはですね、はい、それだけこう居心地がいいような職場っていうことでもまあ言えると思いますので、はい、まあ、そこはホワイト企業の特徴かなと思います、うんうん。あとやっぱこう残業は少ない、うんうんうん、これは多分今の若い人はよく見られるポイントかなと思うんですけれども、はい、残業が多いっていうのはね、どうしてもこう、うんうん、あんまり良くないイメージの方が思うのかなと思いますので、そこも残業が少ないっていうのもやっぱこうホワイト企業のまあ一個の特徴かなと、はい。あとまあそうですね、サービス残業ないと。でも離職率って言っても多分いろんなパターンがあると僕も思ってまして、ネガティブ離職って僕よく言うんですけど、居心地が悪いとか、労働環境が劣悪で辞めたみたいな、その離職率は多分低い方がいい。でもやっぱこう起業したいとか、他にねやりたいことがあるみたいな、そういったそのポジティブな離職であれば、まあ、それは全然まあ問題はないのかなというふうには思ってます。そういう意味で言うと、ホワイト企業って何っていうところの今回の話すテーマとして定めるポイントとしては、ネガティブ離職が少ない、そういう意味での離職率が低い会社みたいなところは共通認識として良さそうかなっていう感じですかね。そうですね、はい。じゃあそういうふうにこうネガティブ離職が低いみたいな会社っていうところも、小江さんいろいろ今まで見られてきたんじゃないかなというふうに思うんですけど、なんかこういう会社が結構ネガティブ離職少なかったなとか、離職率減ったなとかってどういうのあるか教えてもらってもいいですか。はい、まずですね、やっぱこう残業が少ないというのと、ちゃんとお給料が支払われている、これ多分前提にあるんですよね、はいはい。その上でやはりこう福利厚生が意外と充実している会社っていうのは、ネガティブ離職があんまないのかなっていうのは、まあ、実際にその今自分が関与している方もそうですし、はい、思ってます。で、具体的な例なんですけれども、はいはい、あの面白いなと思ったのがですね、奥様高校休暇っていうですね、何ですかそれ、奥さんがいて、その社員がいただいた場合に、はい、その奥さんのこう誕生日にですね、はいはい、お休みあげますよと、その日は奥様高校してくださいと、うんうん、で逆もあるんですね、はいはい、あの旦那さん高校休暇みたいな、はいはい、あるんですけれども、まあ、そこはもう名称としてはもう奥様高校休暇ということで当たってはいましたね、はい、面白いですね。なんか他にこんな制度とか、あのうずうずでも参考になるのはぜひ取り入れていきたいなと思って実家に帰るたんびにですね、旅費を補助するっていうか、帰省手当みたいな、帰省手当みたいな、で1回帰るたんびに1万2千円みたいなを上限で払いますよみたいな、払いますよとっていうのがやっぱこう、どうしても、まあ、僕もそうなんですけど、はいはい、独身になるとですね、なかなか実家に帰らない。そんなに確かに帰らないですもんね、はい、なんとかですね、実家に帰って自分が生まれ育った、まあ、これ多分ですね、はい、それを見てしっかりとリフレッシュをしてくださいというところでですね、お金を出してるみたいな、そういう会社もありましたね。やっぱり結構いろんな制度って取り揃えてる会社あると思うんですよ、はい、結構あるのがあるけど使われてない制度とかをたくさんあって、こう実態としてはなんかあんまり機能してないみたいな会社とかもあるんじゃないかなと思うんですけど、そういう離職率が低い会社とかを結構利用されてもいる感じなんですか、その制度自体が。そうですね、もう暗黙の了解でも使うみたいなのがもう決まっているというかですね、もう有給ももう全部消化するのがもう当然みたいな。有給消化率 100%? 100% かどうかちょっと分からないですけど、限りなく100に近いあの消化率だったと思います。はい、実はうずうずもほぼ 100% ちょっとうずうずを解くという入りたい人はぜひうずうずに応募してくださいでも大事ですよね。大事ですね。やっぱもう休めない環境で働き続けられるかって言われるとちょっと厳しいですよね。いや本当にその通りだなと思っていて、実はこううずうずも元々めっちゃブラックだったんですよ、うん、で残業とかも毎日10時ぐらいまでとか結構残ってる人いましたし、有給とかも消化率多分 30% ぐらいだったんじゃないかなぐらい低い状態だったんですけど、経営者のシンプルな気持ちとしてはたくさん働いた方が売り上げ上がるっていう風なロジックというかあったんですけど、本当かなと思って残業減らしたんですよ。
今月残業平均多分20時間から25時間ぐらいとかで、有給消化もまあ 100% 近くあるような感じまで、はい、3、4年かけてだんだんとなっていたんですけど、売上伸びました。逆に別に全然労働時間削っても、はい、そんな問題ないんだなっていうふうに思いました。でもちろん熟率も下がりますし、はい、その満足度も上がるので、もしこれを見て経営者の方でどうしようかな、本当にそういうのできるかなと思う方もいるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとずつでもいいんで減らしてみると、意外とやっぱりやる気が増えた分だけ、その時間あたりの効率ってどん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 みんな良くなっていって、満足度も上がるので試していただければなと思います。あとうずらの社員でブラックエリートって呼んでるんですけど、これ何かっていうと、めちゃくちゃブラック企業で働いてて、うずうずに転職していった社員結構いたりするんですよ。別に狙ってるわけじゃないんですけど、そのブラックエリートに話を聞くと、世の中に有給が取れる会社なんてあるの知らなかったとか、残業代ってもらえるのなんて知らなかったみたいな、普通ブラックだよね、むしろブラックが普通になっちゃってるみたいな、そういうエリートが存在しておりまして、世の中のどれぐらいが真っ当というか、法律をちゃんと守っているというかっていうのの割合とか、浩平さん見ててどれぐらいだなとかってあったりします？そうですね、単純にホワイトかブラックかっていうよりも、多分ホワイト、グレー、ブラックみたいな感じが一番いいのかなと思うので、で、まあ、そのホワイト、グレー、ちゃんと法律は守ってるよっていう会社だけ見るとですね、多分多くの会社は守ってるのかなというふうに思います。で、イメージ的に言うとですね、8割ぐらいかなと、まあ、10社あれば8社ぐらいは多分法律をまあ遵守しているという会社かなと、はいはいはい、ただこの残りの2割がですね、はい、あまりにもひどすぎると、はい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 、でひどすぎるがゆえにこっちがピックアップされてしまって、悪いイメージだけがどんどんこう上がっていくみたいなところがあるとは思ってはいるんですけど、確かに今実際私も質問しながら、ホワイトグレーっていう表現ってすごくしっくりくるなって思ったのが、完全に全部守れてるって言われたら悪気なく間違ってるかもしれないんで、うずうずもなんかできるだけしっかりやろうと思って一つ一つやってるんですけど、 100% ホワイトかって言われるとどうだろう、なんかあるかもみたいなのは思うんで、そういうのすごく定義としてはすごいしっくりくるなって思ったんですけど、ブラックの比率ももう裸で言うと結構近しいです。 1,2 割かなって思いました。そういう意味で言うと、その1、2割で働いていて、それがもうなりすぎちゃって普通になって、もう全部のブラックのように感じてしまっている。そういう意味だったら、小林さんも言ってくれたみたいに、8割はある程度しっかりしていて、ちゃんと有給も取れますし、残業代もまあちゃんと出ますしっていう風なところが多いので、もしそうじゃない、こう2割に属するような会社でもし働いている方は、視野を広げて見てみると良いのかもしれないなというふうに思います。あと就活をするときに、まあ、ここはどっちかというとうずうずの方が説明するべきポイントかもしれないんですけれども、企業を見るときとかにブラックの傾向がありそうだなみたいな、匂うなみたいな、そういうのとかって見分けるポイントみたいなとか、こういう方にあれば教えてもらえればなと。そうですね、全てが全てですね、まあ、ブラックとは言えないとは思うんですが、はい、その固定残業制ですね、うんうんうん、これちょっと社会保険労務士的な視点も入ったんですけれども、固定残業制にしている会社っていうのは、ちょっと危ないのかなというふうな印象はあります。固定残業制は、まあ、その残業代を、まあ、計算を簡単にするっていう意味も当然あるんですけれども、残業代込みで21万みたいな感じで求人票に記載だったり、で片方では基本給で21万ってなると、残業が発生した場合、その基本給21万円の方が当然収入としては上がっていくと思いますね。っていう点で見るとですね、同じ21万円でも少し違ってくる、はいはいはい、確かに確かに、そこをちょっとね、悪用してる会社さんもちらほら聞いたりするので、そこはちょっと一個、まあ、見る視点かなと。確かに、うち固定残業45時間なんですよ、はい、で固定残業、完全支給と固定残業の2つに分けてたんですよ、うちの制度で選べるようにしてたんですよ、はい、どっち選んでもいいよみたいな、こっちだと45時間ついて、こっちだとあの残業つけた分だけでもつくよみたいな、そういうルールにしてたんですけど、今回制度変更で一律45時間に変えたんですよ。はい、これなんで変えたかっていうと、こっちの人が20時間残業して20時間もらったんですけど、こっちの固定残業45時間の人の平均の残業時間30時間だったんですよ、うん、働いてないのに45時間もらってて、えってなったんですよでこっちの方が低くなるんで、その分だけ、はい、ってなって、じゃあ完全支給に全部切り替えようかなってちょっと思ったんですよ、うん、ちょっと思ったんですけど、そしたら残業代とかの計算すごい複雑になるだろうなとか、ね、対応しきれなくなったらあれだなとか、管理費うちそんな多くないんで、普
負担増えたら嫌だなと思って、結局みんな45時間でやったんですけど、45時間残業してる人いないんですよ、ほとんど。で、言ってみたら、ならすと15時間分くらい多く払うっていう選択になって、固定費めっちゃ増えたんですよ。でも、どうしたと思ってやるかみたいな感じで、固定残業にしたっていうこともあって、何が言いたかったかというと、まあ、固定残業でもそんな搾取してやろうみたいな感じで思ってない会社もありますよっていう、まあ、シンプルに自社をアピールしたかったっていうだけです。はい。であともう1点挙げるとするとですね、まあ、休日数もちょっと1点、はいはい、まあ、見ておいた方がいいのかなっていうのが、うんうん、労働基準法的に言うとですね、年間の最低休日というのは普通に計算すると105なんですね、うんうんうん、でもしかするとですね、求人票でこれを下回ってる会社があるかもしれない。たまに見ることありますね、96とかそれ多分ダメなんですよ、はいはい、その辺も1個ちょっと見るポイントかなと思います、うんうんうん、はい、確かに確かに。私とかが見ていて、ここ結構危険度高いなみたいなところであるのは、求人票ではない部分で言うと、面接行った時とかに分かったりする部分があって、面接官ってみんなすごい明るくて元気な人が多いんですよ。なぜなら採用したいんで、よく見せたいんで。でもその面接官を見るのはもちろんなんですけども、それ以外で受付の電話とか取って受付の人に対応してもらったり、落としてくれる人いるじゃないですか。そういう人の対応の良さとか、すれ違う人の社員の挨拶の様子とか、その時にこう下向いて沈んだ顔して歩いてるとかになると、結構その会社の中側で言うとすごくお疲れな人が多いんじゃないかなとかっていうのは判断要素にもなるかなっていうふうに思いますし、あと他の例を挙げると、圧迫面接する会社は危険な傾向が強いんですよね。まあ、結構ストレス耐性見るためにみたいな感じで、あえて嫌なことというか辛い言い方をして威圧するような、そういう面接のスタイルする会社あるんですけれども、正直ストレス耐性見るためですっていう言い訳をするんですよ。この人事の人にそういうの何するんですかって聞いたらっていう言い訳するんですけど、それは言ってみたら面接のスキルが低いだけなんですよね。ストレスの耐性見たかったら全然厳しい聞き方しなくても、過去の経験をどう受け止めてるかっていう、そういう質問を普通に優しく聞いても判断って全然できるんですよね。でもそういう手法を使わないで厳しく接するっていうやり方を選んでるっていうことは、言ってみたらお客さんである面接に来た方にそういう対応しちゃうっていうことは、つまり中側だともっともっとすごいことしてるかもしれないみたいな想像ができるので、結構まあそういった圧迫面接の手法を取ってる会社っていうのは危険度合いが上がるかなというふうに思います。まあ、最後になるんですけれども、まあ、ざっくりと概要をまとめていくと、ホワイト企業ってまあどんな会社っていうところでいうと、ネガティブな離職が少ない、ネガティブな離職率が低いっていう会社がホワイト企業なんじゃないかなっていうところから始まりまして、じゃあそのホワイト企業にはもうどんな特徴があるのっていう部分で言うと、まあ、やっぱり分かりやすい部分にはなるんですけれども、まあ、残業が少なかったりとか、ちゃんと残業代が出たりだとか、有給が取れたりだとか、あとはいろんなこう制度が整っている。例えば浩平さんが挙げてくれた例を挙げると、奥さんとか旦那さん、まあ、パートナーの誕生日にはお休みが取れるようであったりとか、まあ、実家に帰省する際に交通費の支給があったりとか、そういったところが整っている会社っていうのは、傾向としてそういうネガティブな退職が少なくなりやすいっていうふうな特徴があるなっていうところをお話しいただきました。でそこからなんですけれども、じゃあ実際にそういった離職率が低い会社っていうのを増やすためっていう部分でキャリアコンサルタントとして活動されている、まあ、浩平さんのお話を伺ったんですけれども、キャリアコンサルタントとして社内の制度を整えるっていう部分の企業に対するアドバイスっていう部分もそうですし、それ以外の部分で言うと、会社全体での働き方を良くしていくというところを浸透していくという部分も、会社を変えていく、離職率を下げていくというためには本当に大事なことなんだなというところを伺いました。最後になんですけれども、この動画見ていいなというふうに思ったら、ぜひいいねを押していただければなというふうに思いますし、チャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。また概要欄にですね、浩平さんのツイッターがアカウントあるので、そちらはすごいいつもですね、めちゃくちゃポジティブなツイートが多くて見た元気出るので、ぜひそちらのフォローもお願いします。